ミルコクロコップと対峙するバリーパッドバリーは、アメリカ合衆国の男性キックボクサー、総合格闘家、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身、チームデスクラッチ所属、パトリック・バリーとも表記される、ローズ・ナマユナスと交際している。自ら志願して、アーネスト・ホーストに弟子入りし、チームミスター・パーフェクト所属として、キックボクシングを学んだ。2005年4月30日、 K1 ワールド GP2005 イン LAS ベイグスでホーストの秘蔵っ子として K1 デビューするもスコット・ライティに判定負け2006年4月29日 K1 ワールド GP2006 イン LAS ベイグスでアレキサンダー・ピチュクのフに判定負け2007年4月28日 K1 ワールド GP2007 インハワイの USAGP1 回戦でゲイリー・グッドリッチに 勝利し、K1 初勝利を飾る。準決勝では、アレキサンダー・ピチュクノフと対戦するも、判定負け。2007年8月11日、K1 ワールド GP2007 in LAS ベイグスで行われた、世界最終予選に参戦。1回戦で、リカルド・ノードストランドと対戦。右ローキックの連打で、ノードストランドの戦意を喪失させ、小勝ち。準決勝では、 ザビット・サメドフと対戦、激しい攻防の末、判定負け。判定結果に対し、場内からブーイングが起こるほど接戦であった。2007年12月15日、K1 チェコ大会で、フレティケ・マイオと対戦し、尾骨を骨折し、TKO 負け。練習していたオランダを去った。2008年5月30日、コンバット・ USA で、総合格闘技デビュー。 三連勝で UFC と契約を結び、12月27日の UFC92 では、ダン・エヴァンセンにローキックで TKO 勝利を収めた。2009年10月24日、UFC104 でアントニー・ハードンクと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイト及びノック・アウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年6月12日、UFC115 で、 ミルコクロコップと対戦。1R に、右フックで2度のダウンを奪うも 3R に、チョークスリーパーで1本負け。2011年1月22日、UFC、ファイトフォーザトゥループス2で、ジョーイベルトランと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年1月20日、UFC オン FX1 で、クリスチャン・マクラフトと対戦し、パウンドで小勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2012年12月15日、ザ・アルティメット・ファイター16フィナーレで、シェインデル・ロザリオと対戦し、スタンド・パンチ・レンダで小勝ち。ノック・アウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2013年12月7日、UFC ・ファイト・ナイト、ハント・ VS ・ビッグフットでソア・パラレーと対戦し、小負け。この試合を機に総合格闘家として引退し、 キックボクシングの団体であるグローリーと契約した。ありがとうございます。